初めての認可保育園。4、必要書類編。申し込みには何を用意すればいいの？保育園の入園申し込みに必要な書類は大きく分けて5種類あります。入所申し込み書、ご家族の状況や希望園を書いていただく書類です。申し込みをする児童1人につき1枚必要です。マイナンバー確認書類、本人確認のためご家族全員分のマイナンバーカードの提示が必要になります。マイナンバーカードをお持ちでない場合はマイナンバーが記載されている通知カードと運転免許証などの身元確認書類を合わせてご提示ください。保育を必要とする事由の証明書、両親の保育を必要とする事由により必要書類が異なります。例えば父母ともに就労事由にあたる場合はそれぞれの会社に書いてもらった就労証明書が必要になります。また父母以外に18歳以上64歳未満の同居者がいる場合はその方の証明書も必要になります。状況により必要な書類、お子様が認可外保育園などに通園している場合、ご家族に外国籍の方や障害をお持ちの方がいる場合、生活保護受給中などの場合はその状況が確認できる書類が必要になります。税書類、浦安市で市民税が課税されていない方のみ、転入前の自治体から発行される市区町村民税の課税証明書が必要になります。4月から8月の入園を申し込む場合は前年度の課税証明書、9月から翌年3月までの入園を申し込む場合は当年度の課税証明書が必要になります。以上が必要な書類になります。動画では割愛している部分もありますので保育園のご案内も合わせてご確認をお願いします。